6月24日、最新のセリーグ順位表。どこも接戦やったな。完全に A クラス、B クラス、C クラスやな。巨人、広島 0.5 差。1位、2位、3位、4位ともに 0.5 ゲーム差、熱いな。阪神、横浜、巨人、広島、約中日、明けしそう入れ替えやろな。ヤクルトと中日ってずっと同率やん。明日は山崎伊織と佐伯だぞ。伊織と佐伯が好投しても、金田じゃ勝てねえわ。1から4位まで5ゲーム差か、大型連敗したところから脱落や。巨人、あ、ここからってとこで坂本、行ったのは痛いな。横浜のリリーフ使わなければ、いい作戦。監督が三浦だから理解がある。暗黒エース三浦さんの交際杯。役中拮抗しててくさ、いつまでずっとも、しとんねん明け日でお別れせえよ。ヤクルトは、ガチで中日と、対等の力関係やな。さすがに阪神もこのまま、ずっと不調じゃないやろし、わからんで。どんでんか、記事のせいにしだしたからまずいぞ。これどんでんあかんの時のスパイラルに、片足突っ込んでるやろ。6位、1位、1位、6位、こんなん笑うわ。秋が来なくていいじゃん。ヤクルトの日常。皆さんは現在のセリーグ、どう思いますか？コメント欄で今回の動画について、感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。